いいけどね。大元が映ってればいいや。とりあえずね、大丈夫になるとやめます。終わり。だって、やる価値ないから。うん、勝手にしな。つるずつるさないやっても、今は何の影響もないから。僕はもうその瞬間やめること確定したからっていう。いやもうトーテムゲームだからめんどくせえ。ただここのステージはまあ壊しやすいからいいけど。回したっけ。この方じゃないんだ。怖い方のザリナの方行ったんだ。アベチリとかも警戒した方がいいだよ、もう間違いない。ポーションも温存しないと。行ったの？マスカして。行った？誰か行ってね？やっぱりな。あれ無理。いいよもう時間ねえよ。もう治療しよう。もうこんなことやってるだけでもうチームがガタガタになる。バベチリだよ多分。バベチリだからあれじゃねえんだろうな多分。ガラクタじゃないんだろうな。オノダッシュで召喚やったら短期間になるとかじゃない。あの、オノダッシュでいったのかな。あ、オノダッシュだな。チェーンソーダッシュ。もう森で食らったからな。行くプレイじゃねえんだよ。バベチリ食らってるやつは、行くプレイされてもね、連続で食らってるやつならもう、こんなプレイする。バベチリがあって言ってんだわ、これ。困ったことに。どっちか助ける。言ってるんだわ。安全救助しないといけない。うわぁ、フェンミンの方角にいる。バベチリって知ってる。廊下入ってる。俺見えてる。いや、なんでその方向入ってんの。もう邪魔でしかねえやついるよな。なんでこんなセンスねえの。あのさ、ウェンミンの、なんで見えてねえのこいつも。で、無理やり救助する。あのさ、もうチームがガッタガタになる道を選んでるやつも奇跡だと思うわ。もう無理よ、こんなのがいた瞬間によ。ここに戦力外通告いるんだと思うよ。
ああ、人々のためにがあったのか。ただ一筋の光はある。で、なんでザリーナが働いて、おめえが働かねえんだよ。助けるためにはこれしかないんだよ。ただ二人はリスク取ってほしくないけど。大回りじゃんこれよ。毎回間違えるわ。ここを回したら一筋の貸し筋がある。その後フェミ待って、ここを回さして。戦争来るから、それまでに回復したい。ここでこそ、これが。フェンミンの位置が読まれてる。バックアップするか。バベチリがあるんだよ。だからさ、毎回こうだもんな。バベチリがある敵に対して、バベチリがあんのと無理くり救助するやついるしよ。発電機回せよ。バベチリがあんのなんだよ。セルキア撃ってる暇あったら発電機回してくれよ。あ、いいよもう。長期戦見据えてエースと俺で半分回そう。どこか知らんけど、いくらヒルビリーといえど俺小屋で時間稼ぐわ。多分同じとこ回してんだろう。アリーナも頑張れ。旬の ギャンブルプレイ。俺はディストーションが見えてない。誰のために投げなきゃいけない。ヒロちゃん、デッドワールドエスバース。早い、美しい。発電機回す人がいないんだよ。救助したいんだ俺も。でもそれじゃダメなんだよ。勝つために大切なことはあるんだよ。うん。どう見たらいいんだよ。ビスコンティは負傷でも救助行っちゃうタイプなんだよ。県民も救助したいと思うんだろう。うん。でも一つ欠けてんだよ。たまたまもう向こうの位置回してくれたけど、ザリーナが逃げてる間に。
最悪の事態を想定して動く。これがヒロじゃん。石井ゲート開け。芸術の領域、ディストーションで見えてないということを読んで。